團十郎白猿さんとご一緒に楽しいひととき。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが31日に行われる特別公演で十三代目市川團十郎を襲名することになっていて、歌舞伎の大名跡團十郎が9年ぶりに復活します。市川團十郎は江戸時代から続く大名跡で、勇壮で豪快な荒事を確立した初代をはじめ、7代目が歌舞伎18番を制定するなど、代々歌舞伎界を牽引してきました。海老蔵さんは12代目だった父を継いで13代目を襲名することになっていて、31日午後5時から東京歌舞伎座で行われる襲名を記念した特別公演の中で、舞台関係者が集まる顔寄せ手打ち式が行われて、正式に13代目團十郎を襲名することになっています。そして團十郎として勧進帳の弁慶役を務めるということです。歌舞伎界に團十郎の名跡が復活するのは12代目が亡くなって以来9年ぶりです。海老蔵さんは2020年に團十郎を襲名することになっていましたが、新型コロナウイルスの影響で延期となっていました。特別公演は31日と11月1日の2日間行われ、11月7日からは襲名披露公演が始まります。ご視聴ありがとうございます。これからも團十郎白猿さん、ボタンさん、新之助さんとご一緒にささやかな楽しい時を過ごしたいと願います。